どうも、こんばちわんこ、すっころべいこです。仮面ライダーギーツ第44話の感想動画です。なんていうか、なんとも言えない回でしたね。お前のエゴで作ったネオンに対してお前が愛を語るな、とかね。 どの面下げてネオンのことを娘とか言ってんだっていうね、根本的な問題がなければいい話だったんじゃないでしょうか。まあ、クラマコーセイ、クラマイルミ夫妻の二人からすれば、自分たちの愛は娘への愛なんだよって主張が通ったとしても、それってあかりちゃんに対しての愛をネオンに向けてるだけだよねっていう、それって本当の愛じゃないよねみたいなことがネオンが望む本当の愛って何なんだっていう問題だったと、個人的には思ってたんですよね。 だからこそ、クラマコーセイを娘を失ったことで野心に囚われて、自分のエゴで生み出した理想の娘を道具としてしか扱わないクセ野郎として描いていたんだと思っていたんですけど、結果だけを見るとどうやら違ったようです。クラマコーセイと違ってね、まあ、イルミさんについては罪があるわけではないんですけど、娘の愛を語れば語るほど、その愛って、 クラマあかりっていう存在がいる前提の愛でしかないんじゃないかなって思っちゃうんですよね。やっぱそれがあるからね、今回そのクラマ構成が あの時救えなかったかりとネオンをダブらせて抱きしめるっていう演出はやっぱりこの子をクラムかり2号でしかないじゃんってねやっぱドン引きしましたねあの時かりは救えなかったけど今回はネオンを救えて愛を取り戻せて私は心が救われましたってどこまでネオンをかりの代用品にするんだよと正直ね怒りを覚えるレベルです 別に急にクソ親父からいい親父ずらしてることに対してなんか文句言いてるわけではないんですよ。一応そのネオンの物語を終わらせるっていうためにはまあメタ的な意味ではまあ尺が足りないって言っちゃうと結局良くないことではあるんですけどまあしゃあないかなって。まあケイワの壊れ方に比べりゃね。 マシだなとも思いますし、根本がずれてるっていうのが気になるんですよね。あの、同じ脚本画さんで言うとね、01リアルタイムのイズ2号もそうですけど、そりゃね、こんなもん生み出したことに対して怒りは覚えましたけど、もう作っちゃったものはしょうがないから、イズ2号っていうイズとそっくりではあるけど、全くの別個体として扱って、 アルトと新しい一歩を踏み出してくれりゃよかったんですけど、元のね、イズの記憶をラーニングさせられて、イズ2号っていう個体の存在意義を失った時とやってることが同じなんですよね。アルトは結局、イズ2号を通してイズのことを見てたってところが全く解消されていないまま、 イズ2号の方が、イズに囚われてるアルトの気持ちに寄り添って、イズとは別個体なんだよっていう個性を捨てて、なんか解決した空気になるみたいな、あれ。俺の01リアルタイムの唯一の不満点。言い話風にはしてるけど、 母親の明かりへの愛が本物だったからこそネオンが作られたわけで、母親の明かりへの愛が本物だったからこそネオンを愛していたわけなんですよね。っていう根本的な部分に全く触れないまま、なんか勢いでごまかしてる感はどうしても否めない回でしたね。ネオンちゃんはクラマ明かりが生きていたら両親から注がれる予定だったクラマ明かりへの本当の愛を 明かりの代わりに手に入れることができたよやったね、みたいな、歪な話だったと思います。じゃあ、どうすればよかったんだよって。家族愛に着地させるのが無理あるんだよ、多分。デザロワの時に、なんでハクビだけじゃなくて、ナーゴのコアも壊したんだよ、道長、みたいなね。メタ的なツッコミもよく見ましたけど、ヤーゴを登場させるためにわざわざ壊したんだろうなと、邪水せずにはいられない、色い々ろいろと腑に落ちない決着のつき方だったなと、個人的には思います。ジットの言うね、 より強い願いを持つ者がこの世界を支配するっていうのは裏を返せばより強い願いを持つ者がエースの味方だった場合はその強い意志に共鳴して その人物の願いをエースが叶えることができるっていう解釈ではあるので、ギャーゴのコアが生まれたことや、そのコアがナーゴのコアに変化したこと自体に、設定の破綻は感じないんですけど、じゃあ、ケイワにもより強いバックル渡してやれよとか、もともとネオンは強い意志で仮面ライダーとして世界を守りたいって思ってただろうとか、 そういうのがあるので、ギャーゴありきの展開のナーゴ復活っていう流れが、どうしてもエースの立ち回りとか、設定ががばってるように見える原因なんだろうなと思います。そもそもで言うと、創生の力自体、1話丸々使ってでもできることできないこと、 その仕様とかは説明すべきだと思いますけどね。そのつもりで書いてんだろうなってのは、すごい好意的な解釈をすればわかるんですけど、なんでそんなことこっちがせなあかんねんって感じないですか。せめて説明はしてくれよっていうね。あとね、エースに関しても、先週までは、平和を救うにしろ、世界を元に戻すにしろ、つむりを取り戻さないことにはどうにもならないっていうのがあるから、平和のことは道長に任せて、 裏で動いてるって思ってたんですけど、今週はガチでずっとネオンのことを見ていただけっぽかったのも、描き方としてはどうなんですかね。ナーゴのコアを生み出して、ベロバをボコボコにするカタルシスのために見守ることしかできなかったんでしょうけど、さすがにベロバが病院壊し回ってるのは、褒めた方がいいんじゃねえかな、みたいなね、ツッコミはどうしても出てきちゃうと思うんですよね。 さすがにベロバが病院壊して回ってるのは止めた方が、みたいなね、ツッコミはどうしても出てきちゃうと思うんですよ。本気出したらね、最終回を待たずに解決できちゃう技術ツインをどうしても持て余しちゃってるんだろうなとは思うんですけど、最近なんかね、みんなを幸せにするボットになりつつあるし、あの日見たかっこいい技術ツインをいつ見せてくれるんですかね。来週見れますか もうすでに格下の初の道長の起点を聞かせた動きに翻弄されて、ダメージ受けてちょっとやばかった無人層と戦う技術団員を見て、僕は幸せになれますか 今週のケイワ君はちょっとマシでしたね。おそらく段階的に成長させて運営に利用されること込みでの全ての退場者が蘇った世界という願いの危うさとか姉と世界平和を天秤にかけて戦う覚悟を決めるみたいなのをやりたかったけど、もう尺がないからざっとに闇落ちさせられた結果が今なんだとは思います。 天国と地獄ゲームで助けた女の子が自分が生き残るためにサラリーマンを突き落とした場面とかを見て驚愕する経緯とかは今の状況を作る上で生かそうとしてた感じとかもありましたしそういった人間の汚さのようなものを見て 彼の世界平和の願いが歪んで、家族さえ幸せなら、俺自身の世界が平和じゃなきゃ意味がないというところに繋げたかったのかもしれませんね。キャラクターの挫折をね、雑な闇落ちっていう今みたいな安い展開でしか描けない状況にはかなりの問題はありますけど、姉ちゃんのための世界平和もかなり拡大解釈をすれば、桜井慶和の平穏っていう意味合いなのかなとは思います。問題はね、そこの思想は8話でとっくに卒業していたから、今度は本当に姉を失った ことによってあの時時とどう成長したかを見せるななんじゃないのかっていうことなのとは思うんですけどね今回の自分自身の世界が平和じゃないと意味がないっていう軽和の主張はこれまでの描写として見てもある意味では筋が通ってます 1> 第1話で突然脅かされた日常と崩壊していく世界を見た時のセリフだったり、就活で世界平和なんて言っちゃうところとかも、彼は何者にも脅かされない日常を大事にしている人間だと思うんですよね。願う心を失った時に、 世界平和のために行っていた募金をやめて、その募金に使っていたであろうお金を宝くじに使うっていう描写の他に寿司が食べたいって彼は言うんですけど、これってね、今の経話を見ると、 好物が変わったとか、姉ちゃんを大事に思う心がなくなったから、家計への配慮がなくなったとか、そういうことじゃないと思うんですよね。彼にとって、姉とたぬきそばを食べるっていうのは、かけがえのない日常の一コマなんですよ。それが彼自身の世界平和の象徴で、それが平和な世界とイコールになって、日常を大事にするっていう心が失われた結果、みたいなことなんだと思うんですよね。 でもそんなのわかんねえよって思いますし、ちょっとそれは好意的に解釈しすぎなんじゃないのって言われたらその通りだと思います。でも例えばなんですけど、ウィザードのハルトが願う心を奪われて、希望なんてどうでもいいって人間になって、ドーナツ屋行ってもプレーンシュガー以外のドーナツを頼んだら、彼のアイデンティティや日常が 願う心を失ったことで崩壊してしまったんだなと効果的に演出できる場面だと思うんですよね。それっていうのはソーマハルトっていう人物の日常の一コマをちゃんと描いていたからこそ効果的になる演出だと思うんですよ。桜井慶和には全くそれがないんですよね。唯一の場違いな一般人っていう中で彼の人間性が全く掘り下げられてないっていうのが桜井慶和という人間の魅力なのかなと序盤は思っていたんですけど 今にして思うと彼に必要だったのはその一般人として描かれる日常会なんですよね。世界平和っていうのは自身の平穏を姉ちゃんと幸せに暮らしている世界を崩されたくないって思わせるような描写とその中で 仮面ライダーとして誰かの幸せのために戦っているっていう部分を天秤にかけられるような巻き込まれた一般人として描写できていれば今週のケイワと道長のやりとりなんかは納得できる部分が多かったんじゃないかなとは思いますだからこそねケイワが最初に書いた願いって世界平和じゃなくて平和な世界だったと思うんですよまあこんだけ長々喋ったんですけど結局今更その話やんのって言われちゃうと何も言えないんですけどね 最近のギーツのその作品的な崩壊の仕方とかって01のコロナ明け以降のとにかく着地点を作って終わらせなきゃ感とすごい似てる気がするんですよね。 ゆうやはキャパオーバーするとこうなっちゃうんだなーっていうのがね、なんか分かった気がします。別にそれが悪いことだとは思わないですけどね。人間誰しも欠点はありますし、創世編入る前はちゃんと面白かったんだから、そういう面をフォローできる人間がいればいいだけなんですから。実際、ネオンとキューンのやりとりだったり、ケイワの成長だったりの描写を見ると、 本当はこうやりたかったのに欲張りが入ってできなかったけど、頑張って対応した感がすごいんですよね。ネオンなんて重すぎるし、もう描写する暇ねえだろうって思われて、V シネカ配信行きじゃねえか、みたいにね、言ってる人もいる中で、ちゃんと本編で決着つけなきゃっていう使命感のもとに生まれたのが、今回の話みたいなところはあると思います。その中で、なんかそういう話じゃなくないとか、 ちょっと倫理感狂ってないっていうところを修正するのが多分脚本家ではなくその第三者視点で見れるプロデューサーの仕事なんだろうなって個人的には思うんですよね。それでね、まあそんな中でネオンに関しては一番邪魔だったのは本来変身する予定がなかったギャーゴの存在だったんじゃないかなって思ってます。 クラマ明かり2号問題を無視して、家族愛で決着をつけて、キューンとは何だったのかってなるけど、確かに、クラマ構成をいい感じにいい人にして、変身させるってなると、今週の話は最適解だったとは思います。なんでそんな大人の事情に配慮しなきゃならねえんだとは思いますけどね。でも、実際そういう、こうする予定でした。でも、なんか色々設定を無視して、 いい感じに終わらせますみたいな、今回みたいな話ですよ。を、なんか、くらい開き直って書ける人って、基本的にいないと思うんですよ。だからね、やっぱお金儲けもいいですけど、もう少し、クリエイターの人たちが作品作りに注力できる環境を、東映さんには作ってほしいかなって思うんですよね。やっぱりね、こんな状況が続いたり、まあ、新しくまた誰か脚本家さんを呼んで、こういうひどい現場体制ですってなったら、その人が めちゃくちゃゃく面白い話を書く人でもいやーもう今後のオファーはちょっとってなる可能性が高いと思うんですよだから本当に誰も受けてくんなくなりますよって感じなんですよねまあそもそもね、まあ、さっきも似たようなことは言いましたけどバンダイの無茶ぶりを調整するのがプロデューサーの仕事なんだから何でそのお前が笠原さん変身させなきゃ詐欺ですよって脚本家に無茶ぶりしてんだよって思いますけどね高橋優也が面白い脚本を書けなかったじゃなくて 高橋祐也が面白い脚本を書ける環境が整ってなかったっていうのはどうしようもないですよね。これからも特撮作品についての動画を出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。